はい、どうもこんにちは、しかです。ARBS やっていきたいと思います。今回は他のプレイヤーさんが作った、作成したまたキャラクターをお借りしました。これはもう見て、お分かりだと思いますけど、マリオですね。これ非常にうまく再現されてます。で、今回はね、このマリオと対決したいと思います。はい、ではね、他のプレイヤーさんが作ったマリオと、我が軍は巨大カマキリで勝負をしたいと思います。では、バトルスタート。カマキリ行った。で、マリオも、ゆっくり前に来てるね。おっと、カマキリが振り回した。お、カマキリの勝ちか？お、カマを刺して振り回して、マリオ。かなりえぐい攻撃が、炸裂してますけど、まだ全然減ってないな。HP 全然減ってないぞ。マリオ強いな。頑丈だな。ちょっと見えない。攻撃が多いね、回数が。で、どちらかしたらマリオが食らいまくってるけど、おーっと、投げ捨てた。お、カマキリ勝った。いや、私が作ったシリカブ魔人と他のプレイヤーさんが作成した、ちょっとお借りした、ダウンロードしてお借りしたマリオと勝負してみたいと思います。では、バトルスタート。シリカブ魔人、橋が壊れてる。重すぎるんだ。で、シリカブ魔人は、転んだ。で、マリオが起き上がってきて、どんどん詰めていますけど、岩が邪魔してマリオが行けない、前に。シリカブ魔人も前に行けない。これはどうすればいいんだ。お互い前に進めない感じです。それでも、一生懸命、前に向かっております。シリカブ魔人を動かします。すぐこけます。すぐこけます。よし、こっち。シリカブ魔人こっちだ。やっと平らなところに来れた。もうぐだってるぞ。では、バトルスタート。どういった戦いになるのか、いまいち展開は読めませんが、クッパやっぱ火を吐いた。クッパといえばね、口から吐く炎なので。アナコンダがクッパに噛みついてるのかな。で、プルスサウルスが尻尾でクッパの足元を投げ払う。こかそうとしてるのかな。尻尾で攻撃するね、プルスサウルス。だけど、HP が少ないな。で、マリオを吹っ飛ばした、尻尾で。で、ここで、クッパが、火を吹いて、プルスサウルスやられたか。あ、でも向こうのプルスサウルスはまだ元気だ。あ、でもマリオが硬いね、防御力。かなり防御あるね。わあ、やられたか。いや、完敗です。今回こちら側にドラゴンが来ました。これでなかなかいい勝負になるんじゃないでしょうか。マリオがね、硬いんで、これでも倒せるかわかりませんよ。お、でもやっぱ強いね、ドラゴン。ドラゴン非常に強い。これマリオ連れて行って。あら、もうドラゴンやられた？うわ、クッパがいたのか。うわ、ドラゴンが瞬殺されたよ。だけど、こちら側も、ロケットランチャー撃ったり、銃を撃ったりして応戦してます。あ、なかなかでもいい勝負になってるんじゃないかな。人間が生きてる。あ、でもマリオみんな生きてる。強すぎる。うーわ。わーっと、こちらは、一人。うわー、これやられちゃう。うわー、クッパ来た。うわー、乾杯だ。マリオがね、非常に硬い。で、ドラゴンがまたやられちゃう。うーわ、クッパ強っ。え？クッパがマリオ加えてなかった？お、マリオを盾にしてる。マリオを盾にしてる、クッパが。で、そのマリオがね、また防御力が高いんで。おー、あ、でもこっちも頑張ってるね、ロケットランチャーで。バンバン当ててるけど、全く効いてない。クッパも硬いな。いや、強すぎるだろ、クッパ。うわー、やられちゃったか。いや、強いなぁ。は
はい、今回ね、最後、ちょっと場所を変えて、もうさらにね、こちらの軍は、キャラを増やしました。で、もうほとんどがね、もうドラゴンとか地獄から、もういろいろ、溶岩ゴーレムやったかな。ゴーレムとか、ワイバーンとか、もう連れてきました。もうここまでしないと、このマリオたちにね、勝てる気がしないんで、よし、これで、勝ちたいです。では、バトルスタート。よし、いきなり、ドラゴンの炎、先手して、おお、バンバン落としてる。よし、マリオ、バンバン落としてる。お、クッパももう、落とした。お、強いな。うわ。今度はこっちが落とすというね、手段で、落とすという手段では圧倒して強いな。これはちょっとやりすぎたか。増やしすぎたか。はい、ドラゴンが、火を吐きながら、お、クッパを、まず、クッパを、外に投げ捨てた。そして、マリオ、あとはマリオ、上空から捕まえて、外に投げ捨てる作戦か。これはこっちが優勢だ。ドラゴンが活躍してる。向こうではヒドラと、マリオ2体。あ、でもマリオがまだ元気だ。よし。ドラゴンが火を上から、でも、もうこれはマリオはドラゴンに攻撃できるのかな？おー、ここは差しで殴り合い、あ、違う。3対1だ。3対1。だ、こっちはヒドラ。ヒドラがガブガブやってる。おー、だけど、3人がかりでボコボコスカやってるけど、マリオが全然効いてない。むしろやられてるんじゃないか。すげえマリオ、マジで素手の喧嘩が強すぎるんやけど。マリオ全く効いてない。もう3人でめった打ちしてるけど、マリオ強い、全然効いてない。ミリも減ってない。で、向こう見てみますか。向こうではヒドラとマリオだ。うわ、こっちもマリオ全然減ってないぞ。もうこれ落とすしかないんじゃないか。2-1になってる。うわー、やられた。めっちゃ強い。めっちゃ強い。うわー。うわ、尻尾の方にマリオがいる。どうなってんだ。どうなってるんだ？落とせないのかな？全く、びくともしない。これはもう、マリオが、3人いるんで、こっちの負けですかね。では今回は、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。